あ、今日は初めてのカップル YouTuber さんの夜の人笑いさんというカップル YouTuber さんなんですけど、俺普通にファンでめちゃめちゃ見てて、めっちゃ面白い人たちなんですけど、わざわざ大阪から来てくれるということで今日ねコラボすることになりました。っていうのでいいこと考えて引っ越ししたじゃないですか。でこの家なんか違和感なくない、違和感なくないですか。あれちょっと待って、日本語わかんない。違和感ないですか？ない。シンプル。レイナさんの私物がほぼありません。はい、撮影器具とかレイナさんのあるんですけど、あ、なぜかというと、あの前回のね、ちょっと戻るんですけど、引っ越した理由に、まあ、レイナさんちょっとストーカー被害っぽいことがあって、それも伴って引っ越ししたっていう理由で、撮影とかちょっと過激じゃないですか、あの人。ここ低層だから、結構そのマンションがね、結構多いんですよ。もう同じ目線で。だからちょっとスタジオ借りるっていうので、長期契約で、その撮影するときは別のスタジオで近いところで借りてやってるんですよ。だから今日ちょっと仲良くなりましょうよっていうので、カップルで、大阪と東京でさ、珍しいじゃん。結構 LINE で、あの、お寿司パーティー4人でやりましょうよっていう企画を結構前からしてるんですよ。けど、あの、絶対違和感出るから、この家。あれみたいな。違和感出ないかもしれないけど、言ったら、ああ、確かにってなる部屋なんですよ。レイナさんの私物ないんで。前日か、わかんない。先週ぐらいに、あ、前日、昨日、別れてしまいましたと。マジで深刻な感じで、お寿司パーティーやる直前に、プルの目の前で、別れ話で結構、もう、緊急じゃん。だけど、そこをぶち破って、すごい修羅場な空気にしてやろうかなと。しかも、初対面で。しかも、ちょっと話持って、結婚してたって言ってるんですよ。で、前、以前企画で、離婚届をこちら書くっていうやつで、実際書いてるんです、これ、本名と、ちゃんとしっかりね。で、これを見てたら、言ったら、どんな反応になるのかっていう、はい。仲良くなるパーティーの当日に、修羅場の空気を、はい、味わっていこうかなと。思います。はい、お二人ね結構リアクションいいんで、あの彼氏さんのねコウ君がねすごいリアクションとかもう多彩なんですよ。で、あの彼女の一恵さんもね、あのすごい面白い反応してくれると思うんで、ちょっと楽しみに。はい、今朝なんですけど16時から行われますんで、はい、それまでいろいろ仕組んでいこうかなと思います。だからちょっと朝ごはんしっかりネバネバの食べて頑張っていこうと思います。32歳なんで朝の顔がマジで親父でちょっと気持ち悪いな。はい、ということで今からやっと来るみたいなんで5時なんですけど、お寿司頼んで、まあ一緒にねパーティーするんですけど、グランドリーレイナさんはいませんので、あのいいね、2人はラブラブだねっていう感じで深刻なムードで迎えたいと思います。もうすぐ来ると思うんで待ちたいと思います。楽しみ、ちょっと演技にかかってるな。これよし、頑張ります。どうしよう、もうありがとうございました。びっくりした。ありがとうございます。え、大阪から来たんですか？そんな知ってましたよね、多分。すごいな。だいぶやり取りしましたよ。あ、大丈夫です。ちょっとお寿司もうちょっとしたら着くんで、ちょっと本当すみません、ちょっとあと10分ぐらいで着きます。ちょっとパーティーということで、お邪魔します。はい。もうすごい回ってるんですね。もうすでに回すのゲリラ的に。すげえ、すごい。お邪魔します。ちょっと、はい、まだ、ちょっとね、すごい。こうくんと、いちえちゃんで。はい、よろしくお願いします。はい、すいません、僕礼儀あるんで、ちょっと持ってました、お土産。めっちゃしょうもない。ありがとうございます。ありがとうございます。数点額のやつだね。これだけで使えます。二人ラブラブっすね。え、付き合ってどれぐらいですか？いや、AV の撮影みたいな。いや、そんなオープニングじゃない。ミラー号じゃない。5年になります。5年？はい。もう5年になります。めちゃくちゃ長いです。カップル YouTuber ですごい長い放送になる。多分、一番じゃん。多分一番ですね。一番長い。一番長く付き合ってます。すごいな、羨ましいな。ちょっぽ！同棲してんすか？同棲してます。うわ、いいなぁ。やばいわ。いいな。めちゃくちゃ上がってます。うん、マジですか。もうやばい。まともに喋れるかな。いや、だからちょっと、はい、今日はお寿司でちょっとあの仲良くなろうかなっていう感じです。あんまり変な企画したらね。めちゃくちゃ上がってます、ね。え、マジですか。ここ来る時もお腹痛くて。ずっとほんまに隠れんぼで隠れてる時。全然全然。で常に二人一緒にいるかデートとか。常にずっと一緒ですね。もう。
喧嘩めちゃくちゃ多いですけど、まあ、喧嘩めちゃ、あ、でも喧嘩するほど仲いいって言いますもんね。どうぞ。うち喧嘩しないんで、全く。え、そうなんですか。はい、しなさそうですね。全然しないですよ。え、おいくつですか。え、寄せてます。僕21です。21になりました、最近。21歳です。あ、じゃあ同級生で。はい、同じ高校の同級生で。まあ、やっぱ同級生だと気があって。あ、同じ高校の同級生。そうです。え、すげえ。同じクラス。それで YouTuber で。いや、うちはもう6歳ぐらい離れてるんで。古田さん上ですよ。うん、俺の方が上だから、ちょっとやっぱジェネレーションギャップで。そうですね。時々全然会話が噛み合わない時ある。それ6歳離れてるから、はい、30。そうなんです、すいません、ね。うん、あ、僕もちろん入れます。あ、どうぞ、気楽に。ありがとうございます。お寿司来るまでちょっと待ちますか。はい。ちょっと、え、やば、すげえ、テレビでっかい。はい、もう適当にね。ちょっと待ってください。いや、いちいちゃんもこっちもっと来てください。はい、来てもらって。ありがとうございます。こんなもんって。え、これ今回ってますよね。え、回ってますよね。回ってる。やばいやばいやばい。お前、おもろいこと言え。何爪痕残せんの。いやいやいや、全然全然。待ってください。黒田さんの視聴者知ってる人おるかな。いや、いると思う、絶対いると思う。ほんまですか。なんか女性 30% ぐらいだから、一応。え、女性何パーぐらいですか。女性87ぐらい。やっぱカップル YouTuber なんで。87?8 で女性です。やば。いやいや、全然食べてください。ちょっと初めてコラボするということで。いや、超緊張してるだろうに、ね、全然緊張しなくていいですからね。イニアシャ、イニアシャやってるから。ふつけしますよね。はい、じゃあちょっと、いただきますわ。いただきます。はい、ありがとうございます。はい、すいません。すいません。はい。すいません。同じかもね。すいません。うまい。うん、寿司一番うまいから。うん。あれ。うん。一番うまいですけど、お寿司が。いただきます。おいしい、うん、でもいいっすね、動画とかも、はい、2人でだって掛け合いできるからさ。これめちゃくちゃありがたいですよ。うん、一人やったら、うん、何してんねんってめっちゃなります、毎回。うわ、いいな。なんか一人ボケたら突っ込んでくれるって笑ってくれる人がおるだけで、うん、だいぶありがたいですね。うわ、羨ましい。俺なんて全然だもんな。てか、あの、あれ、あ、今日4人だったんですけど、すいません。いや、俺もあの、言おうか言わないか迷った。なんか気まずなるんかなとか言わなかったんですけど。いや、気まずくないですけど、はい、で、ちょっとあの、仕事というか、あ、はい、てか、家見て気づくかなと思ったんですけど、はい、そのドッキリしてたんですよ、家見て気づくかなっていう。え、ドッキリですか。いや、ドッキリっていうか、まあ、ドッキリでもなんでもない。家見て、家見て、ほら、靴とか、その部屋とか作れるなんかわかるかなと思ったんですけど。隠しカメラ？いや、隠しカメラじゃない、普通に動画で。もうこの後に動画発表するんですけど、うん、あれ？あ、あれ？箸もないっておかしくないですか？おかしい。あ、これ、違う？本当の家じゃないってことですか？いや、本当の家です。だからお二人カップルとちょっとコラボしたいなと思ったのが、うんうん、実は、2週間前ぐらいに別れてます。ほんまに来ますね。いや、マジです。てか、なんなら結婚してんで。え、はい、それ次の動画出すんで、もうこれでいいやと思って。1年前が結婚してたんですよ。相手がですか。あ、うん。え、その発表今してます。うん、嘘だと思ってます。え、嘘だと思ってます。ドッキリだから。え、本当です。え、ど、分かるんですよ、どういうこと。結婚してんで。え、その発表今、この俺らのコラボでしてくれて。え、嘘だと思ってるじゃないですか。知って、嘘だと思ってます。うん、結婚式してるよ。してます。おめでとうございます。それが、うん、別れた。あの、なんでまだ分かってない。どういうこと。結婚したん。結婚、別れたって。カップルとではない夫婦ですということ。 あ、そういうことか。すいません、申し訳ない。おめでとうございます。鈴木健太郎さんです。あ、本名言ってる。先生中、鈴木健太。いや、僕どう、レイナさん見てどこですか。何を見たいんだよ、これ。え、で離婚しました。え、何、一人なんですよ。え、ちょっと分かる分かる、まだ追いつけてない。ちょっと待って、羨ましいなと思って。
じゃあその長続きする秘訣を聞きたいなと思って。味してないでしょ、大丈夫ですか大丈夫ですか、寿司味してました、なんかうまいって言ってましたけど、うん、味してないそうですよね、だからこれで、まあ、せっかくだからこうやると思って、ガチじゃないですか、だってもなんか、ガチだから、ちょっとだからないですよ、レイナさんの服とかも、なんもとりあえず寿司食うか寿司食って忘れるかそうですね。1年前に結婚されて、うま、もううまいが先や、黙れお前も、よだいドッキリでーどれやってんの、もうわからん、もうわからん、はい、これは企画で用意したやつ、え、わざわざ離婚届印鑑押されてないんだあ、そうですか、ということで、初対面のカップルラブラブの YouTuber さんと寿司パーティー中に天使別れたったらどういう反応するのかっていうなるほど、はい、え、離婚はしてないですか、してないです、てか結婚してない、どうですか、どんな空気です、別れたって聞いた瞬間に、うん、なんかほんまになんかちょっと落ち込んでそうだったんで泣きそうになりましたほんまに泣きそうになりました、うん、え、なんかその返してほしいですよ、そんなことなんか損した、うん、ありがとうございます終わり終わり終わり、寿司食えで、うん、一個しか食べてない俺しか食わない、黒田さん一番食ってちょっと、ほんとこの、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、続きはね、あの、夜の人笑いさんのチャンネルで質問コーナーあります、はい